クリーブランド公爵、ウィリアム・ヘンリー・ベインは、イギリスの貴族、地主、資産家、政治家、ホイック等所属。ダーリントン伯爵家に生まれ、白衣継承まで、バーナード死爵として、庶民議員を務めた。ゴドリッチ内閣期に、クリーブランド公爵に登った後、グレー伯爵率いる、ホイック政権下で、クリーブランド公爵に除されて、 公爵家を起こした。第二代ダーリントン伯爵とマーガレット・ラウザーとの息子として生まれた。父方の祖母にグレース・フィッツロイがいる。彼女は国王チャールズ2世の諸子の家系たるクリーブランド公爵家出身であるため、ウィリアムもこの流れで王家の系統を組む。オックスフォード大学、クライストチャーチカレッジに学んだ。1788年に、 トットネス選挙区より出馬して、庶民委員議員に当選1790年まで議席を占めた。同年から1792年にかけては、父が直近で購入したウィンチェルシー選挙区に、蔵替えして選出され庶民委員議員を務めている。党派としてはホイックに属しながら、議員初期には、ピット首相を支持した。しかし、ピットは助釈を求める彼の要求を認めなかったために、 両者は次第に疎遠になったという。1792年に父の死去に伴ってダーリントン伯爵位を継承、貴族院に列した。爵位継承後は次第にポイックに傾倒していったが、カニングウェイリントン両内閣に関しては支持している。ただし、基本的には腐敗選挙区廃止を含む政治改革の支持者であったため、トーリーに転向した長男や次男を疎んじた一方で、 コイックに泊まった末息子を支援した。この点に関して、英国人明治天は、公爵は6つの腐敗選挙区を金繰り捨てることもためらわなかったと評している。他方、財産の面では1808年に、当園のバース女白爵が死去すると、彼が広大なパルトニーの辞書を相続することが認められた。1833年の奴隷制度廃止をめぐっては、 賛成票を投じている。廃止法可決に伴って、バルバドスに奴隷を保持していた公爵は1837年に奴隷保証法によって、金銭保証を受けた。1827年に、クリーブランド公爵に上った。1831年のウィリアム4世、大観測意識では、第三の権を持つ役割を担った。 さらに1833年には連合王国貴族としてクリーブランド公爵及びレイビー男爵を授けられた。続く1839年にもガーター勲章を受訓している。この急速な英達に関して管理チャールズ・グレビルは自身の日記で次のように述べている。昨日の朝、ウェストミンスター寺院でハウ・伯爵がクリーブランド教が公爵となると言ってきた。だが、 そうなるかどうかは、まだ決まってはいない。その件については、議論があり、彼は、公爵となるために腐敗選挙区を手に入れ、公爵になるために選挙区を手放したと言われている。1842年に75歳で死去、ダラム州ステインドロップに埋葬された。爵位は、長男ヘンリーが継承した。遺言では、親友の政治家ブルーム教を、 遺言執行人の一人に指名したほか、家族のみならず彼にも土地や宝石、コンソル祭を贈与している。1787年にキャサリン・ポーレットと結婚して三男五女を設けた。1813年にエリザベス・ラッセルと再婚したが、夫妻に子はなかった。ただし、公爵家は第三代クリーブランド公爵が1774年に、 没した際に廃絶している。チャールズ・グレビルは、数密院書記官を務めた管理で、国王ジョージ4世からウィリアム4世の在籍にかけて、日記を記した著述家。ありがとうございます。